3番目になります人材政策学部専門の宮島仁さんに発表していただきます。あ、マイクは大事です。マイクは大事していただく図書は銀河鉄道の夜、宮沢賢治著となっております。じゃあよろしいですか。あ、大丈夫です、はい、それではスタート。皆さんこんにちは、城西大学現代政策学部の宮島です。本日皆さんにご紹介するのはこの銀河鉄道の夜。小学校の教科書なんかで目にした方も多いんじゃないでしょうか。あ、知ってる方はいらっしゃいますか。そう、 ありがとうございます。すみません。ではこれから私は宮沢賢治になってこの話を進めていこうと思います。妹の都市を結核で亡くしてからという、私は苦しく何よりも恋しい気持ちでいっぱいでした。もう一度何としても都市に会いたい、その思いが私にペアに交わしたんです。私は出だしと結末がそれぞれ違う物語を10年にもわたって書き続けてきましたが、最後まで納得いく作品にならず、自分としては未完に終わったつもりでした。では今から皆さんがいるこの第三次世界から、幻想4時の空間を走る銀河鉄道の旅にご一緒しましょう。この列車が一体何で走っているのかというと、私の書いた水仙月の4日という作品から、雪嵐がカシオペア、アザミの花がもう咲くぞ、お前のランプのアルコールシュシュと吹かせといったように、カンパネラが言った通りアルコールで走っているらしいのです。さて、最初の客人が乗り込んできました。皆さんも覚えているでしょうか。鳥、彼は必要以上に鳥を摂取し、それを砂糖菓子にすることで生計を立てていました。私とカンパネルラにも足を化けてくれました。彼は実は生きていること労働がイコールになってしまう、苦しい生活を強いられている人々の象徴のようです。自分の幸せにしか目がいっていない彼は、すぐそばのわしの停車場で降りていきました。さて、次にリンゴの香りとともに濡れそぼって乗ってきたのは、クリスチャンで家庭教師の青年と姉の12歳の香り、ジュース、弟のタダシです。彼らは沈みゆく船に乗り合わせ、救命ボートの数が少なく、人を押しのけてまで助かろうという気になれず、いつしか自分の死を受け入れることこそが本当の幸いであると信じたんです。姉はサソリの話をしますが、その話は自己犠牲であり、後にザネリを助けるカンパネルも同じ思いだったのではないでしょうか。この3人はサザンクロスで降りていきます。さて、銀河鉄道の夜の実と地続きの話としては、チュンセとポーセンを出てくる双子の星と、ペンネ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 ンの電気がある、いつまでもいつまでも一緒にいようと約束した都市を投影したカンパネル、石炭ブーフが消え、同じく都市を投影したポーセン、チュンセが雨雪を集めていなくてもなくなってしまうのです。皆の本当の幸せを願い続けたジョバンニ、私だけがどこまでも行ける切符を持ち、この日に帰ってくることができたのです。もう一度水仙月の4月で雪嵐が、アンドロイダー、もう水仙が咲き出す、お前
のガラスの水車は、喜々と回せと言いますか。水車とは東北地方で、あの世とこの世を結ぶ五潮車である、輪廻を表しているんです。ジョバンニが願った本当の幸せ。それは私が農民学概論を公用で書いた。世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はありえないということです。では皆さん、ジョバンニの切符は一体どこで発行されたんでしょう。ジョバンニとは、ヨハネのフランス語読みなのです。この物語は一体何を意味しているのでしょうか。その答えを導き出すためにも、もう一度銀河鉄道の夜とその周辺の物語を手に取ってみることをお勧めします。では銀河鉄道の旅ももう終わりです。お忘れ物ないよう、ご清聴ありがとうございました。知られた本を題材にしましたよね。で、なかなか魅力出すのは難しい話が多かったんじゃないかと思う。その魅力の部分がどこだと考えてください。何よりもこの本の魅力は、実は学校の教科書に書かれているのってほんの少しなんですよ。で、これにはいろんな描写が詳細に描かれている。で、その詳細な描写を見ることによって、この本の受け取り方って個人個人で変わってくると思うんですよ。例えば、ジョバンニが出した切符は、最初、浅い色みたいな、綺麗な色をしていたんですけど、ジョバンニが覗き込んで手に取った瞬間に真っ黒になるんです。そういう描写を人はどう受け取るのか。そういうのも、個人個人の感想を、持って楽しんでいただきたい。そこが魅力なんではないでしょうか。この銀河鉄道の魅力で、いろいろな描写があると先ほどおっしゃいましたが、ジョバンニの、ジョバンニのところで黒色になるシーン。あ、ジョバンニさん、カンパネル、逆でしたかね、間違えました。じゃあ、そのカンパネルのシーンを、読んで、あなたはどう思いますか。ちょっと、できればその物語のちょっとした補足を補足と言いますか、僕個人、私個人の感想としては、銀河鉄道の魅力って少しオカルティックなところがあるなと。本当に言い方はあるんですけど、この銀河鉄道って、棺桶に似てるなというところがありまして、みんな冥土に向かって走っていく。で、この切符についてなんですが、切符が死者と生者を判別しているんじゃないかと僕は思うんですよ。つまり切符は生きているんじゃないか、自分で行き先を知っているんじゃないか、所有者まで知っているんじゃないかという見方を僕はしましたね。